あら、ニュースよ、こんにちは。どうも、世界のコミュニティ、ヒヨゴンです。正直言います。全部話しますね。今、隠してること。暑くてめちゃくちゃイライラしてるんですよ。なんでか知らないけど、めちゃくちゃ暑いわけですよね。地球って本当に気まぐれで、暑くなったり寒くなったりするじゃないですか。最近めっちゃ寒かったんですよ、ずっと。もう、ああ、もう秋来たなりと思って。それです。毎日長袖で出てたんですね、家から。で、今日もどうせ寒いんだろうと思って、カーディガン着てったんですよ。暑い暑い、もう手荷物ですよ、ずっと暑すぎて。まあ、把握しとけって話なんですけど、家出る前に温度調べてから行けよって思うかもしれないけど、だって3日間連続ぐらい寒かったら寒いと思うじゃん、今日だって。おかえり。楽しかったかな、旅行は。こっちはイライラしとんだ。感じますか、この熱気。なんか雨が降ったかなんか知らないけど、ムシ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 するんですよ。この肌がちょっとベタつく感じ、もう本当に不快です。皆さん、暑くなったり寒くなったり気温差が激しいので、健康管理には十分気をつけてください。優しいじゃねえかってな。まあ、今日の議題なんですけども、ねえ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 、これいくらと思うって聞いてくるやつについてです。まあ、聞いてくるやつについてというか、その質問に対する対処法ですね。うん、皆さん今まで生きてきて一回は聞かれたことがあるであろう、これいくらに見えるっていう質問。まあ、その質問って大体こう言ってほしいっていうか、求めてる回答があるわけじゃないですか。例えばすっごい高いデパコスを持ったりします。で、これ1万円だったと。ねえ、これいくらしたと思う。この今聞いてるやつはちょっと安めに言ってほしいんですよ。で、なんと1万したんよっていう感じの話の展開に持ってきたわけですね。だから聞かれた側は、ねえ、これいくらと思う？いくらやろーとか言いながら、こいつはめっちゃ安い方のなんか驚きを求めているのか、それともなんと高いんですの展開を求めているのかっていうのを考えないといけない、瞬時に。で、そのものを見て、あ、これは多分高かったんやろうなってことは、この子が、おーい！ってことは、この子が買った値段より高くいっちゃったら、もし高くいったとします。私は、1万2000って言ったとします。そしたらその子は、あ、いや、1万やったんよ。高くない？ってならないじゃないですか。もう1万2000って言っちゃってるのに、それよりも安いわけですよ。自分が言っちゃった値段より安いわけ。だからもう、ごめんみたいになっちゃうわけですよね。空気がもうすごく不穏な空気になるわけですよ。だからもう瞬時に見分けて、これはきっと高かったっていう話の展開に持っていきたいんだろうから、まあこれせいぜい1万はだろうから、うん、そうだね、6000か7000ぐらいがいいかな。じゃあ6000、実は1万したんよ。高いですね。もうこれでもう相手はもう大満足ですよ。な、やっぱりな、な、なって。ね、このパターンはあんまりないですね。高いを求めてるのはあんまりないんですよ。だって安く言われて嬉しいことってあんまりないじゃないですか。ね、安く言われて、やっぱ安く見えるんだみたいなならないでしょ。だから大体の人が求めてるのは逆のパターンなんですね。めっちゃ安いよの方なんです。はい。皆さんもそうですよね、経験上。で、私今までいろんな人にこれいくらだったと思うって聞かれてきました。だから大体物を見たら安いか高いか分かるようになってきたんですね。プロですよ、プロ。なんとこれが50円でしたと。で、女の子に、ねえねえ、これいくらやったと思うって聞かれて、300円ぐらいに見えるじゃないですか。このプラスチック製のものがめちゃくちゃ高かったという話の展開になるのはまあ想定できない。だから、まあ安い方の話の展開にしたいんやろうなーっていうのをもう瞬時に察知して、だからその子が買った値段より安く言ってしまったらもう終わりなわけですよ、空気が。私はこれ、30円とか言っちゃったら、あー、いやいや50円やったもん、安くないってなるわけですよ。で、安いってなるわけですね。わかりますよね、皆さん言いたいこと。だからこれ50円という値段よりも高く言わなければならない。でもめちゃくちゃ高く言っちゃっても、それ本気で言ってる？ってなるわけですね。だからギリギリ寄せめないといけないわけですよ。これ年齢のやつと同じです。私いくつに見える？
のやつですよ。だから本人よりちょっと若く言わないといけないんだけど、めちゃくちゃ若く言っちゃったら嘘ってバレるから、ん、多分ここまでは言ってないと思うっていうギリギリのラインを攻めないといけないです。だからこういうのも、いや、ここまではしないと思うっていうギリギリのラインを攻めないといけないんですね。だからこれ300円ぐらいに見えるとしましょう。まあ、300円は確実にあると。これがね、これが300円は確実にあるとしましょう。で、500円より上はもう絶対にないと思う。だから300円と500円の間を攻めないといけない。じゃあ450円ぐらいにしとこう。450円、違うとって実は50円やもん。安いで、お互いによっしゃってなる。そしてその安いという展開に持っていけた、ほらほら、やっぱり高く見えるら安いんだよっていう、お互いウィンウィンで終わるわけですね。何の話してんだって話なんですけども、皆さんもこういう経験したことありますかというお話です。どうだったでしょうか。この話ちょっと起きがないんですよね。だからいくらに見えるとか、何歳だと思うとかいう質問ってすごく難しいよねっていうお話です。今日もありがとうございます。私のしょうもないお話に付き合っていただき本当にありがとうございます。皆さん、インスタグラムのフォローぜひよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もぜひぜひお待ちしております。9月29日の福岡のオフ会がもうすぐですね。あと何日でしょうか。今日は14日なので、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、あと15日です。福岡の皆さん、他県の皆さん、もし会いに行ってくれる方がいたら、会えるのをすっごく楽しみにしています。たくさんたくさん写真を撮りましょう。それでは皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。アニョー。